久保さん、いつもの人でしましょうか。まあ、いつもの人。要は、久保さんのとこにも、僕のとこにも来ますけど、なんでいつもの人でいられるかっていうと、いつも通りやってるからですよね。これ、久保さんが YouTube やってなかったら、何もメディアで発信してなかったら、あ久保さんもうやめちゃったのかなどこにいるんだろうあ、Facebook も更新してない。YouTube も更新してない。なんなんだろうもう、もうダメなのかなみたいな。 でもずっとやってるから、まだやってる。ああ、じゃあちょっと連絡してみよう。みたいなね。明かりがついてる。じゃあ入ってみよう。だから、コンビニみたいなもんですよね。コンビニも24時間、その、あの光を、な僕が車で移動することが結構多かったりするんですけども、やっぱその田舎とか走ってて、コンビニの光を見ると安心しますもん。ああ、コンビニあったみたいな。 でも、あれが光ってなかったら、まあ、ちょっと、あら、ああ、やってないみたいな、残念な気持ちになりますよね。だから田舎のコンビニって、たまに、その、夜、まあ、その、セブンとかローソンとかファミマはやってるますけども、その、地方のなんか、その、なんかちょっとマニアックなコンビニですね。そういうのはやってない場合あるんですよ。だから、その、北海道にあるコンビニとかは、な名前を忘れちゃった、ま、忘れちゃったな。あの、地方だと22時で閉まるとか、 レジで閉まるるとかコンビニあるんですよ名前なんだっけな北海道中心のコンビニなんですけどだからねあのまあそういうコンビニもありますから、うん、やっぱいつもやっているいつもやっていることでいつ,もやいつもやっている人いつもの人になれるんじゃないかなと思いますでいつもの人にないつもの人になれるようにいつもやるってことですよねい <laughs> ってらっしゃい